三宅裕司座長、笑いで日本を救う。三宅裕司さんが座長を務める熱海五郎一座が6月に東京新橋演舞場で上演する舞台ジャジーな桜は裏切りのハーモニーの制作発表会見が行われました。この作品は太平洋戦争に日本が勝った架空の世界を舞台に日系アメリカ人ジャズバンドのメンバーたちが不思議な運命に翻弄される喜劇です。分かりやすい笑い、これはですね、免疫力を上げるんですね。熱海五郎一座が日本を救うというような形で今回の公演は挑みたいと思っております。というわけで会見後キャストの皆さんにお話を伺いました。宝塚の元星組トップスターで退団後初の舞台となる紅ゆずるさんが今回ゲスト出演。今まで男役をやっておりましたので初めての女性役で、まあ、今回も初めてスカート履いてるんですけれども。スカート履いたのは今日初めてなんですか？そうなんですよ、もうスースーします。そして AKB48 グループ2代目総監督の横山由依さんもバンドメンバー役で出演。楽しみなところでもあり不安なところでもあるのは本当に皆様が面白いので、ちょっと舞台の最中に笑ってしまわないかというのが。これが舞台出るとつまんないんだ。いやいやいや、そんなことないでしょ。それちょっと なんで問題発言でしょ。じゃあ大丈夫かもしれないから困ったことがあったらね、何でも俺に相談しなさい。ちょっと待って、話の途中で今鼻で笑ったでしょ今。すいません、またこいつ、またこいつ入ってきたな。大体分かったね。もうまたが分かってる。分かったし、こういう人だなって。これも絶対カットされるなっていうのは分かるからね。